はい、どうも。プライス志望のお知らせ。はい、ここはね、俺らのね、何番目かわからないけど聖地としてね、認定されていたね、駅前のね、ザ・プライスです。もう跡形もない廃墟とかしています。もうあの上のなんか白い出っ張りみたいな、なんかプライスって書いてあった箱みたいなやつも真っ白になっております。今回はこのプライスについての企画をしていこうと思います。話をしていこうと思います。これやって思い出ってなんだろう、企画として。メダルは、まあ、あれ英知王日常とか、あのあとね、奇跡のガムボールとか、英知王、あれ英知王のねカードを作ってたのもここなんですよ、放課後に遊びで。あとね、まあこの中にはねキャンドゥがあってね、そのキャンドゥによくね利用してましたね。あとね、まあここはねユートピアやっこのね生まれの地ですよね。ユートピアやっこ誕生の地、爆誕ネガポジコンティニューズをやったのっこ、あと吉田傑作集とかで吉田が質問されたのをこう、わさびロシアンしたりいろんな思い出がありました。スライムじゃないで、スライムじゃない大炉端子作ってみたりとか、道具も全部そこで揃えた。あのね、アホ死体はねここ率結構高かったな。おにぎり30秒チャレンジ、あ、おにぎり30秒チャレンジもあったわ。あとね、あのアホ死体の人物紹介もここでしたですね。ちょっと悲しいです。あのね、3階だっけ、2階、さ、4階だ、4階のね、あのね、ゲームゾーンとね、100均とね、椅子があるところ、あそこによく利用されましたね、俺。土砂詰め込みとかもあそこだしね。もうな、土砂詰め込めねえからな。もうさ、なんか一番俺らが思い出あったと言っても過言ではないよね、この4階。本来さ、プライスと潰れてさ、みんなさ、あー不便になったなーってかさ、思ってる人多いだろうけどさ、あーってやってんの俺らとくらいだもんね。そんな人気なかったこと？え、なんかね、ウェブで調べてみたのね、プライス閉店とか。そしたらね、なんかこう、イトーヨーカドーグループが、でセブン&アイが、なんかね、この2015年、2016年で、なんか営業成績が、まあ、なんだろう、こう、大幅に上昇してない店舗は、なんかね、60店舗ぐらい閉めたんだって。そのうちの1店舗。うん、なんか西川口のプライスも閉まってるらしい。あ、マジか。って聞いた、俺は。でね、それ調べてる結果、プライスのね、このね、この駅前店のね、次に何、どういう建物が建つのかって情報も得たんだけどね、俺は驚愕してしまった。マンションになります。つっかえねえな。つっかえねえ、マジつっかえねえって思った。マンションと思って。どうせあんな感じでしょ。うん、ああいう感じのマンションと、ああいう感じのマンションが建つ。ここにもう、もう必要ないよ、住んでやろうか。なおさらさ、この駐輪場とかさ、潰す必要なかったよね。いや、どうせここ、あの、このマンションの駐車場にするでしょ。こんなでかいの嫌ないでしょ。半分ぐらい潰、なんかそういうんすんじゃない。あっちはあっち、あっちはプライスができる。プライス2ができる。プラツ、プラツ、プラツ、あの、土砂積み込みが3台置いてある。ああでね、メダルゲームがね、今までの3倍ぐらい増える。ああ、すごいね。もしもじゃんけんゲームで増やすこともできねえよ、メダル。でもメダルがねえよ、もう。メダルがねえよ。俺の人生の 20% ぐらいメダルできた。うん、あそこね、アンパンマンの競馬ゲーム。懐かしい。ピエ山弟。あの、なんだっけ、アンパンマン競馬、うん、そこぐらいしかなかったでしょ。なかった。見覚えねえもん。ピエ山弟。ああ、
前回収しろよここ。いやそれはちょっときついかな。1万ぐらい出せるじゃん。全然欲しいなって感じしてる。他何があったかな、こうやったこと。なんかね、いろいろありすぎても思い出せないんや。あのね、フールズコープのスイカ買ったの、こう890円でね、奥にはね、おにぎり30秒サイズおにぎりを買ったところもありましたし、食材売り場。あとね、かき氷シロップ大会のシロップ買ったのも多分ここなんかね、使ってるかな、どのエリアも行ったもんな。あとね、20日大根のね、種も鉢植えもね、肥料も土も買ったの、ここマジか。だからね、フールズコボちゃん、オーバーナイトのやつで、あっちの俺が、よかった、駅前にあのショッピングセンターあってって出てた。おー、そのね、何ヶ月後かになくなるとは思わないんですけどね。急にだったもんね。だからお前言えよ。俺さ、ちょっとあれなんかさ、潰れるっていう話をさ、潰れって分かった時の話をしてもいい？何？俺が別の用事100均に用があったんで、ペンが欲しくて、で行ったらね、したらなんか垂れ幕かかってて、なんかそのザ・プライス今までありがとうございましたって、ザ・プライス閉まんのってなって、まあ、どうせなんかイトーヨーカドー系列だから、まあプライスがまた進化してアリオとかになるのかなと思ったのね、適当にちっちゃいアリオとかになるのかなと思ったら、驚愕、その上に驚愕の一言書いてあったのね。あのね、伊藤洋華堂〇〇店から何十何年、ザ・プライスになってから何十何年、今までありがとうございましたっていうね、もうあからさまに伊藤洋華堂グループが撤退するような一言書いてあったのね。えっ、だっていつ半年後ぐらいって言ったのね。1週間後でね、クソみたいなことを書き始めてね、俺聞いてない。でね、9月の30日だったかな、に、まあ、閉店して、10月の5日に撤退しました。あのね、30日閉まってからもなんか掃除するのとかでちょっと明かりがついたりしたんだよ。あだ、ね、もう明かりをつくこともなくなってしまってね、いつの間にかね、ザプラスの上のね、看板みたいなところもうね、塗り消されちまってね。てかさ、なんであれだよね、あのさ、あのマンションになるんだったら塗り消す意味ない気がするんだけどね壊せよとか思うんだけど、ね、いや、もうこのままマンションで行く予定だから。このままマンション、うん、エスカレーターすげえ場所取るな。だってもう4人しかもう4家族しか住めないんだって。ああ1階誰だよさ、2階誰だよさ、3階誰だよ、すげえ広いな。でも生活バレちゃうからね。ワンリビングじゃん。いや、キッチンも何もなしよ。ワンリビングじゃん。すげえ、ワンリビングの坪数がでかいけど。2階と4階しかトイレ。大丈夫、大丈夫、欲しい。5人住める。なんで？上の箱。あれはだってもう決まってるから。しかも、しかも。男のトイレがさ、2階と3階にしかないから。え、2階と4階じゃん。2階と4階だ。うん、だからさ、2階と4階は男の人しか住めないしさ、1階じゃない、3階には女の人しか住めないしさ、1階にはさ、そもそもトイレがないっていうさ。じゃあトイレ しない人しか住めないし。トイレしない人しか住めない。アイドルみたいな。まあこういうね、まあ、プライスとはお別れになってしまいました。俺らにとってはさ、帝国とかさ、帝国星と月の公園とか坂の公園とかと同じぐらいの公園みたいな。まあしょうがねえな。受けるよ、もうあれだな、なんか終わる終わる詐欺の時のさ、一言みたいだな。H1 プロジェクトはもう終わりみたい。あ、そうだな、吹っ切れる。はい、じゃあ以上プライスから中継でした、吉田が1階に住むという話でした。あ、そうなの。以上 See you next time Tomorrow プライスよ、永遠に。Thank you.